市原英二の花万歳。今日は花友フェスタの皆さんに感謝やお礼の言葉と今後の花万歳についていろいろと喋っていますので、皆さん少しの間ですがしばらく聞いていただけたら嬉しいです。それではどうぞ。はい、こんばんは。市原英二の花万歳。皆さんどうもね、花友フェスタありがとうございました。本当にね、なんか僕もねスターになった気分になっちゃいましてね、サイン書かせてもらったり写真一緒に撮ってくださいとかね。まあ本当にね、花友フェスタ最高でしたね。まあね、こういったね、場所を作っていただいたね、カーメン君はじめね、リエールの皆さんなど、そしてここに参加されたすべての、生産者の方、携わった皆さん、お花屋さんも含めてね、本当にね、これはね、皆さんに感謝です。いつもねお世話になってるね、三国さんや堀田君や、まあね、皆さんとね喋ることができないぐらい、全国のね花好きの人と喋らせていただきました。そしてその中で僕がね、思ったのはね、皆さんまだまだ、僕がねこれなぜ YouTube しようと思ったきっかけっていうのは、お花がなかなか売れなくなって、そのコロナの前からですけども、コロナに、その前から僕、やってましてね。その前から、もうお花が結構斜陽になってきて、一生懸命作られてる生産者、育種家の皆さんであるとか、苗作りの方も含めてなかなかね、売れなくなってきて、そこで、ギャザリングのね、小手順先生や青木さんなどね、皆さんどうしたらお花が売れるか、素晴らしいか、考えた、そういった流れがあり、そして珍しい観葉、など、そういったいろんなことがあって売れないながらも、もうね、皆さん、花屋さんも含め、生産者の人も含め努力して、やっぱり園芸業界って成り立っていましてね。そして今回、その、関口雄二と愉快な仲間たちの皆さん、長谷川さん、関口さん、金沢さん、勝間さん、そして、大内さん、我々のブースも本当にね、皆さんほんまにクレマチスやら、多肉やら、もうね、シクラメンやら、ほんまにね、育種家のね、スペシャリストの集まりで、もう本当に、たくさんの皆さんが来ていただき、本当にありがとうございました。横山くんも、やっちゃんも、みもとさんも、もうね、もうここではね、もうこんだけね、一生懸命ね、世の中には、お花が好きな方であったり、やりたいなって、紹介したいなっていう人が、いるんだっていうことがね、僕、大阪出身、大阪で小さな花屋さんやってるんですけど、こんなにね、素晴らしい、なんていうんかな、会っていうんかな、これ、本当に僕、自分が参加してみて、あ、やっぱりまだまだ僕、いろんな、お客さんが悩まれてること枯らしちゃった。新しいもの買いたいんだけどどうだ。お客さんとの Q&A なんかも、本当にね、感じました。今年は夏が暑かった。生産者が想像を絶する暑さだった。30日も60日も暑、雨が降らない。本来ならば、咲くお花が枯れちゃった。もう皆さん、ありとあらゆる悩みがありましたよね。そして、その中でもまた、皆さん頑張った、金沢さんも含め、そして、霧島の秋の松永はじめさん、先生も含め、皆さん、本当に育種家の方も、この園芸業界、まだまだ諦めてはいけない。そんな感じで僕は思いました。まあね、ちょっとね、今日はね、ちょっと母親がね、ちょっと倒れちゃってね、ひょっとすればもうね、
花友フェスタ、これで最後になるかもしれないです。なんちゅうのかな、ただね、まあ、僕も細々とですね、お花の紹介であったり、いいお花を、どんどん、これはね、やっていきたいと思います。まあ、ひょっとしたらこれ東京行かしてもらうのが最後になるかもしれないですけど、まあね、元気でね、母親がまた戻ってきてくれたら、なんとかね、東京の方にも足を運んだり、全国のね、一生懸命頑張ってる、生産者の方の、紹介であったり、そして、資材のメーカーね、いろんなメーカーありますが、そういったメーカー、いろんなメーカーまだまだ紹介したりないです。あ、いろんな人と触れ合いながらですね、あ、まだまだ知られてないことがたくさんあるんだな、そういったことはもう本当にひしひしと感じました。そして、今後も、なんとかね、いろんな皆さん、もう本当にね、僕の、なんちゅうのかな、微力ですが、この園芸業界に何かできることはないなのかって。そうですね、もう僕も、かれこれ、どうだろうか、35年、いやいや、40年近くね、このお花業界に携わってまして、市場も4年ほどいましたし、僕の大好きなね、イングリッシュガーデンで、イギリスのね、生産者の皆さんであるとか、イギリスの、ガーデンであるとか、いっぱいね、まだまだ紹介したりない。そして、我々の関口雄二と愉快な仲間たち、本当に素晴らしいね、育種家もいらっしゃいますし、クレマチスもまだまだ僕も勉強して紹介したいですし、今後ともね、皆さんね、微力ながら、皆さんのね、Q&A っていうかな。まあ、間違えることもあります。知った激励してください。本当にね、花友フェスタっていうのは、もうね、皆さん、今、生産者の方、そして、メーカーの方、今のトレンドを味わえる、大会っていうかな。花好きの、集まりになってるんじゃないかな。改めてね、僕自身、参加させていただいて、本当に良かったなと思います。そして、これからね、おそらく、もっとより良いね、なんていうのかな、花友フェスタになっていくんじゃないかと思います。次回はね、4月29日っていうことなんですが、まあ、先ほども言いましたけど、差分最後になるかもしれなかったっていうことで、僕はね、今後はね、まあね、まあ小さな、花友フェストじゃないけど、毎日が花友フェストのつもりでね、皆さんと、一緒にね、園芸を楽しみたいなと思ってます。ぜひね、皆さん、あんなんしてほしい、こんなんしてほしい、こんなん分けてほしい、売ってくださいとか、皆さんと一緒にね、愛のある、花友になっていこうじゃありませんか。やっぱりね、失敗あります。園芸してて失敗あります。少し、皆さんね、お互いね、愛のある花好きっていうんかな。失敗したときはね、僕もまた、違う形でね、こうしたら素敵な花咲かせられるんじゃないか。あるいは生産者のから来てもっと綺麗な、花を咲かせられるにはこうした方がいいよ、とか、そういったことでね、この皆さん、花好きの方、いろんなことでね、また質問していただけたら嬉しいです。本当にね、今日、っていうかな、このね、来場していただいた皆さん、本当に、僕みたいな人と写真撮って、申し訳なかったんですけどね、本当にね、皆さん、この場を持ってですね、お礼に返させていただきたいと思います。しかし今年は暑かったね。これだけは、パンジー、ビオラは、今年はちょっと11月ぐらいに買った方がいいと思いますよ。お花がない間、明後日、まあ、近々やりますから、ケイト、僕のおすすめの霧島の秋なんかは、
秋らしくていいんじゃないですか。それではね、今日はね、この辺で終わりたいと思います。本当にどうもありがとうございました。皆さん、次回も一生懸命頑張っていきますので、それではね、15、16、敬老の日なので、最後ちょっとお店のね、ちょっとこうディスプレイを見ながら皆さんお別れしていきたいと思います。それではですね、敬老の日の、可愛らしい洋蘭を見ながら今日はお別れしていきたいと思います。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。